クさあ21時になりました。ウィーケンドザランページ放送していきます。ウィーケンドザランページ、ザランページフロムエグザイルドライブ、リーダーのジンとボーカルのリクです。よろしくお願いしま す。ということで今日もね2人でお送りしていきたいなと思うんですが、はい、今日は、うん、まあ、1月15日ということで、はい、もう相変わらずね寒い日が続いておりますが、うん、はい、この年明け季節でそわそわされてる方いると思います、うん、というのも、まあ、これからね受験シーズンですよ。そうですね。で、まあ、早いところだともう今月もう、うん、なんならもう受けてる人いるかもぐらいのタイミングなんで、いるかもしれないぐらいの感じで、まあね、きっとそわそわしながら、まあ、息抜きにこのラジオを聞いてくれてる方もいらっしゃると思います、うん、まあ、リクさんは受験経験者ですから、やってますよ。まあ、僕も経験したんですけど、どうですかその当時の記憶というか。いやー、まあ、でも鮮明に覚えてるね。で、僕は中学受験をして、はい、まあ、その中高一貫校に行ったんですけれども、はいはいはい、小学生ながらね、うん、自分で言えるぐらいもうね、はい、マジで勉強した。わー、なるほどね。1日もう10時間とか当たり前に勉強してて、まあ、今ではさ効率のいい勉強の仕方とかいろいろあるけど、はい、当時はもうとにかく反復でやりまくって、うん、いけるぞと、うん、っていうレベルまで追い込んだら、はい、テストの前日1秒も勉強しなかった。おお、なるほどね。もういけるわってなって。その息抜きみたいなのはしてたんですか、それとももう終わってからしようと思って振り切ってやってたんですか。あのね、週2回だけサッカーのクラブの入ってたクラブの練習に参加していって、はい、その時間だけが息抜きだった。でもそのくらい帰ってきたら、ね、もう過去もやりまくってとか。いや、やっぱ大事な息抜きね。息抜きの仕方どうすればいいのかって分かんない人もいると思うんですけど、やっぱりリフレッシュすることでまた頭に入りますし、うん、そうだね。まあ、僕も高校受験したんですけど、まあ、僕は結構安牌のとこ行かせてもらったんでただ僕の場合はダンスのオーディション結構受けてたんですよ毎年。で、落ちまくった。やっぱり受験もそうですけど、年に1回しかないオーディションとかそういう受験っていうのはなんか落ちて失敗したらゼロやと思ってしまう人がきっと多くいると思う。でもそんなこと本当になくて、間違いない。今真剣にそこになんかこう向き合うことの大事さと、うん、あとはやっぱそこで頑張ったっていう結果はやっぱ自分の中で実績として残るわけですから、今後ね人生の中でその瞬間を頑張れたっていうのはすごいこうプラスに必ずなると思うので、なんかそうやって考えると肩肘張らず、もちろんね、うん、ある程度張らないといけないんですけど、なんかこう落ち着いてできるマインドになっていくんじゃないかなと思うので、僕もたくさんオーディション受けてきた人間なんで、うん、ある意味受験ですよ、うん、そうだ ね、 ね、それでも緊張してしまう人はねいると思うんですけど、どうしたらいいんでしょうね。まあ、緊張しない方がおかしい、うん、まあまあまあ、ね、おかしいって言い方も変だけど、うん、強い人もいるから、人間ですからね。それを、うん、あ、してるなって冷静に緊張して自分を受け入れられるだけの余裕を作るための事前準備というか、うん、がやっぱもうどう頑張ってもねやっぱ必要なんじゃないかなとは思うけどね、うん、だからアベレージみんなそれぐらい緊張してるって割り切って その中でいい点数取るんやっていうね、うん、やっぱところを意識していただけると、うん、いい結果につながるんじゃないかなと思うので、本当にねまだまだ先の方もいれば本当に明日テストとか、うん、近々受験という方もいると思うので、う、まあね、ちゃんとリフレッシュするときはして、ね、臨んでいただければなというふうに思います。聞いた話によると某スーパースターの某ザランページというグループの某リーダーの、うん、某ジン君っていう、うん、あの人は、うん、あの正月お正月に、うん、まあ、ラジオ喋る時があって、うん、いつもと違う焼肉弁当を食べたと、うん、そしたら生放送中にもかかわらず、うん、ちょっとお腹痛くてとんでもない辛い思いをしたと、うん、そうですよ。その経験からいつも通りが一番だと思ったという、うん、検証結果もありますので、そうそうそう、その時にね、その某仁君は思ったみたいですよ、人間だものね、ということで名言、相田さん、相田さん、まあ、そういう人もいるんで皆さんね、はい、めげずに頑張っていただきたいと思います、はい、ということでそろそろ行きましょう。ウィーケンドザ・ランページお送りした曲はザ・ランページとのエグザイルトライブでファンダンゴでした。ウィ
ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。ということで、ね、今年も変わらず番組終了後の9時30分からは、ニコニコチャンネルのスペシャルな動画配信もありますので、そちらもよかったらぜひチェックしてください。お願いいたします。それではまずはこちらのコーナーに参りましょう。ウィーケンニュース。こんばんは、ウィーケンニュースのお時間です。ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事などなど、最近のトピックスをニュース形式でお届けしています、では本日のニュースラインナップ紹介していきましょう。リク、奇跡の靴と出会う。先日ザランページフロムエグザイルトライブボーカルのリクさんが奇跡の靴との出会いを果たしたそうです。ラッキーカラーである青とご自身が好きなピンクが綺麗に配色されたシューズにとてもご満悦だそうで、足元がパワーアップした今年のリクさんに期待が高まります。ジン、メイクさんからクレームを受ける。先日ザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンさんの、右前髪が異様に伸びることが発覚しました。これについてメイクさんからとてもセットがしづらいとクレームを受けてしまい、本人はとても困惑しています。なおウィーケンとしては引き続きこの謎ニュースを追っていくつもりです。いやー、ということでイエティ以来の謎ニュース来ましたね。結構地球上の右半分にかもう怪奇現象ですよ。怪奇現象ですよこれは本当に、はい、都市伝説扱ってほしいぐらいですけど、まずはリクさんの奇跡の靴と出会う、はいはいはい、そうなんですよ。出会ったんですか。そう、ちょうど今日も履いてるんですけど、昨年、はい、ランページみんなあの CL かなの企画で占いをやってもらいましたね。してもらった時にラッキーカラーは青だと、はい、まあ僕あの名字青山ですから、お、ちょっとなんか運命的だなと思って。じゃあ、その青のアイテム探そうかなと思って、まあ普段身につけるものでも何でもいいかなと思って、たまたま、こう自分はあのピンクが好きで、個人的に色が。青とピンクが一つになったスニーカーに出会い、で、もともとその、いろんな形あるじゃない。はいはいはい。で、特に欲しいなって思ってた形の、あの、メーカーの靴で、その配色があって、これは買うしかねえだろっつって値段見ずに買ってやった。おわ、さすが。やっぱ奇跡とは細かいこと気にしたらダメですからね。そうだよ、奇跡に出会ったっていうことはもうそれ運命ですから。そう、後悔すると思ったらそこで買わなかったら、どうですかやっぱ履き心地は。最高。お、仕上がってる。仕上がってます、いいじゃないですか。いいのよ。あ、結構普段からそういうラッキーカラーとか占いとか信じる方ですか。占いとか好きで。な、好きなんだ、はいはい、結構ね真に受けるタイプだ、あ、じゃあもうちょっとこう一個こう意識してみようかなとかっていうのはすごくあるから、はい、もしかもこの机も青、おラッキーウィーケン、おー、ね、ベイヘムのあのねバナーみたいな青入ってますから、もう青にまみれてるね。おで去年あのネスミスさんが誕生日プレゼントくれたちょっとこう、いいブランドのね、はいはいはい、カバンがあるんだけど、ハイブランドのね、それも青なんですよ。なるほど、なんかすごいなと思って。いいですね。じゃあ、あの、僕みたいに生放送中にお腹痛くなって顔が真っ青にならんこといいのって。うまいこと言わんで、ええー、ねん。そして、はい、続きまして二つ目。ジン君。はい。右の前髪が異常に伸びると。はい。まあだから、どういう前髪をバッと下ろしたときに、まあざっくりですけど、センターで左側、右側ってあるじゃないですか。ね、なんとなく、で、この右側だけが、3センチぐらい。え、そんな？うん。2、3センチ伸びるんですよ。で、これが2回目で、1回あったんですよ。1回半年前ぐらいにあって、なんかここだけちょっと伸びてるねっていう、なんかカットがそういうカットになってんのかなと思うんですけど、普通に、カットしてもらった時に、僕、ストンって下ろして、普通やったんですよ、それ言われてから。で、よかった、元に戻ったと思ったら、年明けのね、朗読劇の舞台あった時に、なんかここだけまたジンくん伸びてるよって言われて、いや、そんなことはないと、いつもやってもらってるね、美容師の方なんで、そんなことはない、いつもと同じセット用にやってもらってるんですけど、右前髪だけが僕を守ろうとして、ね、蹴ってなんか守りたいところに入るじゃないですか、じゃあここだけが伸びてて、なんか悪い知らせなんかなとか思って、その場でカットしてもらったんですよ、メイクさんにわざわざ時間割いてもらって。いや、なかなか、だから、僕が、で、それを打ち合わせで言ったら、結構、僕がいじってると。右前をこう。なんか、触れたりとか し続けたらそうなんのかなとか。あるかもね。あんのかな。一回、検証で、次美容室行った時に、まあ一瞬ね、切り立てはアシンメトリーになっちゃうけど、右、じゃあ右だけ、
短く買った。怖い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 。ちょうどよくなると。そう、どうなるのっていう。いやちょっとそれ攻めてるよだいぶ。最初だってさ、もう明らかなアシンメトリーになってて、うん、でちょっと経って、はいはいはい、同じになってたら、はい、もうそういうことじゃん。なんか同じ経験してる人いんのかな。なんかね、あの前にメンバーの浦川翔平ってメンバーもなんかそういう同じような体験があって、うん、なんか一生バケットハットかぶってる時期は半年ぐらい髪の毛切りに行ってなかったんですけど、髪の長さ変わらんっていう時期もあったりしたんで、うんうんうん、なんかあんのかなと思って、うん、もしくは左側も同じぐらい触る、いじる。ああなるほどね、こっちもね、うん、ああなるほど。なんかあのベジータの逆バージョンみたいにならないですよね。僕のなんかこのだあの何ですか、本当に逆 V 字みたいな感じになりそうで怖いんですけど、うん、まあちょっとそんなね怪奇現象も起きたということで、うん、はい、ちょっと皆さんもね、もしこういう恐怖体験あったらあのメールください、教えてください。はい、ということで以上ウィーケンニュースでした。恐怖といえばこの楽曲いきたいなと思います。うまい。ザランページフロムエグザイルドライブでフィアーズ。お送りした曲はザランページフロムエグザイルドライブでフィアーズでした。ウィーケン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 ザランページ。さてここからはこちらの企画をお送りしましょう。雑学マスター仁先生をギャフンと言わせよう。現在日本が誇る雑学マスターに成長した仁くん。いやそれほどでも。いや仁。おお、ありがとう。ですが先生にもまだ知らない雑学があるかもしれません。あるかな。そこでここからはリスナーから届いたとっておきの雑学を使って仁先生をギャフンと言わせていきます。はい。ちょっとね、正直去年雑学の日めくりカレンダー出してからちょっと落ち着いちゃってる自分がいてたんですよ。おうおうおう。でここでちょっともう一発、まあ、僕の知識がどれだけすごいのかっていうのはちょっとリスナーの皆さんにちょっとあの見せつけたいなと思って。毎回さ強気な発言してるけど結構勝率としては 50% ぐらい、うん、そうそうそう、あの雑学知識はねえけど常識があんまないから。これ一つ弱点、常識に近づけば近づくほど分かんないというね、僕 の、 あの弱点もあるんですよ。じゃあ今宵も今宵とてやっていきますか。いきましょう。では紹介していきましょう。カモン。まさかのノノノッティさん。怖い、もう、ね、ネームが怖い。飛行機の機長と副機長は、はいはい、飛行中別々の機内食を食べることを知っていましたでしょうか。はい、知ってます知ってます知ってます。はいはい、知ってます知ってます。じゃあその、はい、なぜそうやってするか。だから同じあのお弁当を食べてしまうと、もし万が一、うん、食中毒になった時にお二人とももう体調崩したらダメになるからですよね。正解。はい。こんなんか、さすがダメ。初級中の食ですよこんなもんは。ちなみにまあ機内食で言えばね、あのまあミニトマトってあれ機内食から生まれたと言われているんですよ。あ、それ知ってるわ。ね、まあこれ多分僕が言った雑学だと思うんですけど、うん、だからトマトって重宝されててね、色味もいいし栄養もあるからっていうので、うん、機内食で使われてたんですけど、うん、なんせ切ったら汁が出ちゃうと、他の食材が傷んでしまうというところで、でもトマトを入れたい、どうすればいいということでミニトマトができたっていうね、機内食つながりの追い雑学でした。ちなみに機内食ビーフ or フィッシュって言われたらどっち選ぶ？ビーフです。さすがだ。はい。さすがだね。紹介していきます。ルックスさん、うん。金魚の集中力の持続する時間は人間の集中力よりも長い。さあ、ジン先生、この雑学知っていましたでしょうか？この雑学知らなかったです。あ！すごい。え、人間よりも長いってこと？集中力が。何それ？金魚は9秒、はい、人間は8秒、はあ、IT 社会になりつつある今、うん、現代人の集中力の持続する時間はどんどん短くなっているとマイクロソフトの研究で明らかになったそうです。へー。逆に金魚が9秒集中力持つってなんでわかったんやろな。ね、そこが知りたいよね。そこが知りたいんですよね。おー、マウント取っていく。おー、ちなみにあのこれ答えれなかったですけど、僕面白い金魚の雑学をしてて、うん、お、何？金魚だけじゃなくて銀魚っているの知ってます？金魚の仲間で、金魚より高価な高いんですよ、貴重なんですよ。銀魚って入れて結構ね綺麗な色味してるんで、皆さんぜひちょ調べてみてください、銀魚で。はい、追い雑学するときのさドヤリ感すごいです。いや、ただでは負け出られへんなと思ってね。まあちょっとこれはあのね、集中力の問題はちょっと分かんなかったということで、うん、くそ一応いっぱいや。まあでもまあね、追い雑学もあったし、いやちょっと次は絶対やる、やってやる、金魚に負けた。もう一個いきましょうか、はい、京都府ういちゃん、ういちゃんさん、
新年一発目のサザエさんのじゃんけんは毎年チョキが出るんです。聞いたことあるかな。この雑学聞いたことあるけど理由は知らないので知らなかったです。なんだっけな、うん、2020年までで、はいはいはい、26年連続新年一発目の放送でチョキが出ているという調べが出ているそうで、はい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 、特に理由ないんでしたっけこれ。特に理由はないみたい。なんか煙突の煙であるんですよね。グーチョキパーわかるみたいなことなんですけど、そうそう、なんかね、なんかで見たんですよ僕も。でも理由は知らないんで、ちょっとこれはちょっと取られましたね。これね、ういちゃんぜひそこもね、含めて教えてくれたら、うん、れました嬉しいんですけども、まあ毎週やってたな僕も。じゃんけん。じゃんけんやってましたね。はい、続きまして。やばい。長崎県リーちゃんさんです。来た、リーちゃんさんもちょっとコアなんだよな。メールアドレスで使う、アットマークの文字を、アットマークと呼ぶのは日本だけ。さあ、人生です、この雑学。知ってましたでしょうか？うわぁ、出てこへん。わかんないっす。うん。わあ、これ、何やったっけ？アットって何やったっけな？アットマークの正式名称は、コマーシャルアット。はいはいはい。英語ではアットサインっていう。まあ、各国で呼び方も様々あるらしいんですが、アットマークっていうのは、我が国日本だけ。そうだ。なんか、なぜそれができたかっていう、起源が確かいくつかあるんですよ、アットマークって。で、僕も調べて気になったんで。でも、文献に残ってなくて、結局何が元でできたのかっていうのがちょっと謎めいてる部分もあるんですよね。なるほど。うわ、知らんかった。日本だけか、アットマークっていうの。確かに。覚えときます。アットマークって普通だと思ってたの？アットサイン？そうそうそう。なんかね、いろいろあるんですよ。いろんな期限があって。なるほどね。やばい、ちょっと負け越してんぞ。続きまして、神奈川県伊豆さん。頼む頼む頼む。16歳の方ですね。ちょっと、機内宿恥ずかしくなってきた。学校の窓が左側にあるのは、はいはいはい、なぜでしょう？あの、影ね、影。あ、してました、してました。はい。右手で持った時に、右側に窓があったら、こう、右側から太陽の光が来て影になっちゃうでしょ？髪が、うん。こっちから。だから、左側に窓があるんですよ。はい。だから影にならない。でも僕、左利きなんでなりましたっていうことなんですよね。全然関係なかった。だから、皆さんの多分、学校も多分きっと左側に窓があったと思うんですよね。あ、左側だ。うん、っていう雑学、ね。はい、すごいね。はい。僕ちなみに左側の一番後ろの端っこでした。ああ、いいですね。太陽日当たりが良くて。やばい。でもまだ巻き越してる。続きまして。2勝3敗や。ラストでございます。わあ。群馬県葵さん、うん。はい。アンパンマンの頭のあんこは何あんでしょうか。いや、これ知ってんぞ、知ってんぞ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。いやいや、調べた。うん、調べたんですよ。なんか知ってんね、知って、調べたんですよ。つぶあん？ピンポンピンポンピンポン。ほら、来たー。そう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 。で、もともとアンパンマンって人間やったんですからね。頭外せなかったんですよね。もともと、今は頭からあんこ出してるんですけど、確か一番もともと、ね、柳瀬さんでしたっけ？の書かれてるアンパンマンって、言った人間で普通に自分の頭じゃなくて、子供たち助けるっていうところやったんですよね。確かそれがアンパンマンの最初の方のアニメやったと思います。いやー、よかった。そうそうそう。じゃ、結果として3対3ですね。はい、いやー。3勝3敗。くそー、アットマークなー。うん。いやー、でも正直やと思いません、まあ、知ってるって言ったらね、勝ててたんですけど、ちょっとやっぱ悔しい。まあ、マスターといえど、まだまだね、たくさん知らない雑学もあるということで、まあまあまあ、引き続きね、はい、極めていってほしいなと思うんですけども、まあこんな感じでですね、しっかりとした雑学だったりとか、プライベートから発見した雑学、どちらでも OK ですので、仁先生をギャフンと言わせるようなとっておきの雑学を送ってください。はい、ということで、仁先生、呼び込みをお願いいたします。はい。受付メールアドレスは rmpg@beihem.co.jp。 メールの件名には雑学と書いてください、うん、ということでね、はい、まあ、雑学持ってると、人気者になれると思うので、友達の間でね、皆さんこの、うん、このラジオで聞いた雑学ぜひ披露してください。りくくんの右拳ザラザラしてるっていう雑学みたいな、そういうぐらいのやつでもいいので、右拳ザラザラしてるということで、はい、ここで一曲お送りいたします。トランベジフォームエグザイルトライブで Into the Light。
お送りした曲はザランページフロムエグザイルドライブでイントゥザライトでした。さあベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。ここでお知らせです、はいはい、ニューアルバムリブートが2月24日に発売です。ランページとして3枚目のアルバム、ファンの皆さんと、作り上げた、大きな作品になってますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ということで、はい、もうね早くも30分経ちましたけれどもね、うん、受験の方は皆さん本当に頑張ってください、うん、僕らも心から応援してますので、はい、皆さんの努力が実りますように、ね、ということでまた来週お会いしましょう、はい、ウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページフロムエグザイルドライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。バイバーイ。